いやー、刹那圭介だよ。今回は心の心パート10を超えてパート11になりました。どんな感じするんだか全然覚えてないあー、ここからこう入ってきて、ここにセーブポイントがありましたみたいな感じだったな。さて、どうやってどうすれば次へ進めるか。前回のパート何か言おったっけな。なんこいつエゼケンタウロみたいなんかこんなんおったっけな。マグラってやつは見たことないような気がするけど、なんか似たやつは見たことあるような気がするけど、なんか違うぞ。マグラ、絶望は毒リンゴのやつやな。絶望、絶望、絶望か。絶望は剣を孤独攻撃。あ、外れた。不安。よし。あー、全然ダメじゃない。弱点違う。わー、絶望的な毒リンゴ。孤独。孤独でもないじゃん、もう。何試しなかったっけ。不安攻撃試したい。ようやく倒したぐらいなんで。やばいな。曲ってなんだ、孤独か。憂鬱攻撃。正解。一発で倒せんようになったもん。さすがに後輩やけんか。これでラストだ。よし。さて、こっちかな。俺の覚えとる限りで確か、なんだったかな。昔レースの家に行くとか、そんな感じのこと言おうって言われる気がする。ライオンのやつがおる。こんなん見たことないぞ。何で読む？何のベルガンって。何のベルガン？ベルリンみたいに言うなよ。ベルリンの壁壊しに来たんか、お前は。何今日なの？怖いって意味なんか。剣を何かあったら俺剣をかって聞くようなところあるな。違った。不安。はい。おい、すごい。あら、いつもいいか。昔、シリサやられよんで。シリサめっちゃ HP やられよんで。シリサ攻撃食らいすぎや。殺意。殺意？剣をやな、これは。多分。正解。おっと、回復しとかな。リフレッシュ。あー、誰だ、あぶねーあーなんで、なんかシーサーばっかり集中攻撃食らってるんですけど、倒した。シーサーめっちゃ HP 減るよる。なんでシーサーばっかり食らいよ。相手の攻撃対象がシーサーばっかなんやけど、心どんだけいたわってくれど。何やったっけこいつ。おっしょ。何やったっけさっき戦闘したばっかのような気がするよこいつ。バースト、バースト、倒した。陣痛剤手に入れてレベルアップ、レベル6でブラスト、かっこ不安。ボール、ベクター、プリズム。なんか仮面ライダーダブルのメモリーみたいやな。スキルやな。ボール、ベクター、プリズム。プリズムが属性なし。ベクターが憂鬱属性。暗黒が暗闇を起こして攻撃するやって。うげつないな。ボルが電気属性。電気属性ずーか、不安属性か。心の方。ブラストこれか。不安属性の米田玉。不安を打ち込むってもう麻薬の類じゃね。どこだったっけな、これか。うん、これなんか外観こんなに狭かったんやな今気づいたけど、
研究所の割にはこんなに狭かったんやな的な。さて多分ここだったと思うよな。これ調べたら何月の何日晴れ、また夜明け前に目が覚めてしまった。最近はあまり眠れない日々が続いているよ。これで何度目かな。私の夢、それは私の発明で誰かが喜んでくれること。その最初の一人が心だった。でもその夢が心の命を奪うこととなった。やっぱこれ前に読んだ時の内容違うね。前の読んだ時との後の内容になっとる。やっぱこれやね。これでよかった。ここに来てよかったんだな。あの日心がいなくなってからなんだか私の心には大きな穴が開いたみたい。そしてその穴がどんどん大きくなっていく。私にはそんな気がするよ。きっと今の辛さが薄れていくから、きっと今の寂しさが薄れていくから。人間は忘れる生き物だって言うけれど、それはきっと辛い過去を思い出したくないから。過去を忘れて未来に目を向けることで自分は大丈夫だよってそう言い聞かせてるんじゃないかな。でも私には無理みたい。心を失くした辛さを私は忘れることができない。だって忘れてしまったらそれこそ本当に私の心は大きな穴で埋まってしまう気がするから。だから私は心のことを忘れたくない。心との楽しかった日々を、心との幸せだった日々を私はもう一度取り戻したい。だから私はここから先は文字が滲んでいて読めないようだ。なんなん私は。何、昔リサは何をやった。日記をめくっていくと最後のページにだけ書き込みを発見した。最後に町の北に作った心の墓にお参りに行くね。まだかまだ町の北の方行く墓やな。それじゃあそうなるとこっちをちょっと確認、これじゃないわ。シーサーの方だ。夢の知識無視つまりあれか、カウンターって何カウンターって何なん。カウンターとかあるこのゲーム。嘘やん、弾き返してきたんやから倒したびっくりしたもん、思わん反撃来たもん。どうすればいいんじゃ。でもって墓行けばいいんか。北の方やったな。なんか前にも墓行ったような気がするもん。なんだろう、デジャブかな。こっちに行ったらだったかな。前にもなんかお墓見に行ったような気がするんやけど。というわけで逃げるぜ。お墓はどこだい。あ、回復ポイントようやく来たわ。よかった。じゃあここにセーブ。ここにお墓があるんじゃ。あー、お前名前忘れた。なんで名前やったっけこいつ。な待ってたよ。僕っ子だったよなんか言ってたしか。この場所は確か心の世界で見た大事の広場。そう、心とシーサが眠る二人にとって大事な場所。え、心は分かるけどなんでシーサが。シーサさんも心の後を追ったということ。それは少し違うよ。確かにシーサは心が死んでしまってひどく悲しみ、シーすらも考えただろう。でも亡き友が助けてくれた命をそう簡単に捨てる気にはなれなかった。そんなことをすれば本当の意味で心が死んでしまうと考えたんだろうね。だからといってこれからを自分一人で生きていくには辛すぎた。
まるで反転してしまったかのように、この世界にシーサは居場所を見つけることができなかった。だからシーサは考えたんだよ。ココのいない世界を捨て、ココのいる世界を作ろうと。なんかもう自分が神みたいな力を持ったんだなっていう感覚やな、おい。でもそんなんじゃないよな。ココのいる世界。だけど世界を作れたなんて、いくらシーサでもそう簡単にはいかなかった。当たり前や。そんなん科学でできるか。当然だよね。それはもはや人間の領域じゃないんだから。幾度もの挫折と、幾年もの歳月が過ぎた。ただひたすらに過去を求めるシーサは、そのうち一つの絶望に気づいたんだよ。心のいる世界なんて作れないと。シーサは絶望した。まるで心が死んでしまった時のように。自分の存在理由のすべてがまるで深い穴に落ちたかのように儚いものになった。でもそのなんていうのこれ、灰くらい、何くらいなんだろうか、闇の底でシーサーを見つけてしまったんだよ。心のいる世界を、永遠に終わることのない今日なんていうのこれ、今日の世界を。記憶ですね。そう、君たちが今まで見てきた世界、記憶の世界はまさにそれだよ。現実に心はおらずとも、記憶の中にはその姿を見ることができる。たとえ全てが偽りで、全てが過去の世界でも、シーサにはそれで満足だったんだ。シーサは自らの心を自らの記憶にの中に閉じ込めたんだよ。心を記憶の中に。記憶は過去のものでしかない。そこでシーサは記憶の未来を作ることを考えた。発想の転換みたいなことを考えとるけど、もう全然すごい次元の違う話やけどな。自らの記憶に偽りの記憶を植え付けることで、あの日の悲劇を封印した。そして確かにあったはずの二人の未来を作ったんだ。ってことは今のこの二人って、その偽りの未来なんじゃ。偽りの未来を生き取る二人なんじゃ。それに気づかず、自分ですら気づかず生きよった感じ。それができるだけでもシーサー偉いこっちゃやで。神の力を具現化したようなもんでないか。いや、やっぱそうよね。そうして生まれたのが今ここにいる心とシーサーだよ。シーサの記憶の中という世界に生まれたシーサだけの登場人物。現実世界のシーサはそこにいるシーサとすでに一体化しているんだ。一体化までしとん。自らがお話の登場人物であると知覚できないならば、それは限りなく正確な現実だからね。私たちが作られた存在、そしてここはシーサさんの記憶の世界。けれどシーサには最大の誤算があった。それは自らの分身たるシーサという登場人物が心の中に入ってしまったということ。今回のやつやね、今回の事件。その後はもうわかるよね。心の中で見つけた封印された記憶、あれこそが全ての始まりの記憶なんだよ。なんかすごい悲しい話やなこれ。よくわかりました。私とシーサさんの記憶の相互、この世界の真実、そして現実世界で起こっている悲しみも。でも私はそんな世界は嫌です。確かにこの世界はでは私とシーサさんはいつでもいつまでも一緒にいるでしょう。でもそれは偽りの記憶、あるはずのない確かな未来。悲しみから逃げた時がどんな安らかな世界でも、私はそれは間違っていると思います。だってその安らぎも偽物だから、その幸せも作られた偽物だから。たとえ現実がどんなに残酷で苦しくても、その全てを否定して生きているのは嫌です。心は強いね。でもシーサはどうだろう。私は、心は過去と向き合うことを決めた。自らの死を受け入れることを決めた。それは辛く苦しい選択だったのだと思う。それを聞いてシーサはどうなの。私はシーサさん、私は死ぬわけじゃないですよ。ただ元の私に戻るだけです。
たとえ現実に戻って私がいなくてもシーザさんの心の中には私はいるんです。シーザさんがシーザさんである限り私は私でいられるんです。それにあの日のプレゼントまだ見てませんよ。あの髪飾りをつけたシーザさんを見せてください。せっかくシーザさんに似合う色を考えたのに一度も使ってくれないんですか。私が望むのはたった一つ、それだけなんですよ。心、心、心。私は逃げない。悲しい過去から逃げたりはしない。たとえどれだけ辛くて悲しい現実でも私は逃げたりはしない。だって私が逃げたら本当の意味で心と向き合えなくなる。心と一緒にまた笑い合えなくなる。私はそんなの嫌だ。心と一緒にいるのに一緒に笑えないなんて絶対に嫌。だから私は心とまた一緒に笑うために私は私の心を拒絶する。お、何が起きた。過去心の難しいさか来たね。セラさん、これは一体私と心がもう一人。心、心、嫌だよ、行かないで、ひどいにしないで。あ、これ偽物の方が本物をどっかに行かないようにねってもういいことと全く一緒やけどね。シズさん、どこですか。何も見えません。聞こえません。助け。ここは小さな記憶の世界。その世界を人を否定しようとすればそれは必然的に世界と敵対すること。この二人は小さな心が作り出した浄化作用を持つ心の分身だよ。でも分身は限りなく本物の心に近い。この心に二人の心をぶつけるんだ。そうすれば現実の小さもきっと気づいてくれるはず。二人が導き出したたった一つの正解に。は自分自身と戦うんだ。